さんこんにちは。今の実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、ちょっと私の本業に近いところのお話を少し情報提供したいと思います。今ねちょうどね来期 の研修のいろいろねプランがされるとかあってお問い合わせもいただいてますけども、ケースメソッドというね、考え方、これについてね少しお話をしたいと思います。ケースメソッドってね慶応のケースだとか一つ出しのケースとかあるいはそういうね20ページ30ページのケースだけじゃなくても短いケースでも本当にねあこういうケースがあるんだなってね自分の体験以外で起きてるねことに関して勉強するには非常にね有用な研修ツールの一つだとこんなふうに思うんですね。で基本的には参加者とか指導者はケース討議を通じてですね学習する、こういう教育のシステムなんですけども、このね運用の仕方によってですね、随分、効果が違うというかせっかくね長い時間かけて検討してもですね、学習は効果が高い場合とそうでない場合がありますね。このことに関してね少しお話したいと思います。これはちょっとね残念ながら亡くなられましたけど前職の時にこれ当時はね青山学院にいらっしゃいましたね酒井先生、ケースメソッドではですね非常に有名な方ですけども、この方がですね書かれた、本、それから、当時ね勉強させていただいた私のメモ、こんなことも踏まえて少しねお話をしたいと思います。これは、ケースメソッドに学ぶね、経営の基礎という酒井先生の抜粋ですけどね、ちょっと読みますね。ケースとは現実の経営状況を、言葉と数字によって短く記したものですかね。しかしケースは現実に、経営者によってなされた活動の全ての提示するわけではない。ですから、短いケースだと2枚に3枚、ね、これ2ページ3ページ、これはですね、全部ね、表せるわけじゃないんですね。だからこそ、捉えるべき活動を選択する余地を人々に残すね。どうしたらいいかというねこと全て答えが分かっていると必要ありませんから残すと、この意味でねケース学習というのは成り立っているわけですね。で良いケースはそれによって学習する人々を実際の経営者が直面するような問題解決に挑戦する機会を与えるように作成すると。ケースメソッドはそのようなケースをですね中心として学生と教師が共に学習する有機的な教育システムである。学者の方ですからちょっとね硬い表現ですけども大体意味合いはお分かりいただいたんじゃないかと思います。じゃあケースメソッドのね、3つの要素、こんなお話したいと思います。まずねケースがいいってことは重要ですね。これはじゃあどういうケースがいいかっていうこともね後ほどお話しますけど、それからやっぱね参加者がね意欲的じゃないとなんとなくね、研修の中にありますね、なんかこの忙しいに集めたのかみたいなことね、人事何考えてんだみたいな、ね、ネガティブな気持ちでいきますとやっぱり意欲ないですから意欲から参加者がいます。そしてですね、もう一つが情熱ある促進者、これは講師ファシリテーターですね。ですから意欲ある参加者の方は媒介する人で、それから場合によっては、ね、質問したりとか支援するっていうね積極的に関わるっていうこんなスタンスが重要ですし、それから自ら考えて情熱ある促進者というのはね責任ある発言をして積極的に討議に参加する。ですから何かね、答えを教えるのが促進者じゃないんですね。しっかりとした誘導して一緒に学ぶと、こういうスタンスが重要だと、こんなふうに思います。じゃあ進め方ですけどね、まずケースを紹介します。そしてグループ討議をして発表質疑応答します。そして情報提供で、さらに、提供して、そしてグループの深掘り討議を行う。場合によってはですね、これハーバードだとか慶応なんかが長年やってきた方法としてはクラスディスカッション的ですね。よく NHK で白熱討議ってやってますよね、白熱教室、授業なんてやってますけども、あちらなんかもね扇形のね、ところに真ん中に講師が立って、そしてですねいろいろ方にね当てながら参加していくと、単に5、6名のねグループじゃなくて20名30名で参加していく、こういうような進め方、こんなこともあります。そして、ね、じゃあ姿勢として何かっていうことで、まずねこれはね別にケース討議だけじゃなくてもう生き方そのものだと思いますけど、謙虚に学ぶといったことですね。そして知ってるとかね理解してるとかじゃなくて、これ知ってるっていうのとね理解してるとは随分違うんですよ。知ってるっていうねレベルよりも理解してるっていうのはね、その意味合いを理解してるっていうことですから、その背景も理解してる、こちら理解の方がねどちらかというと知ってるよりもう少しね幅広いし深いしっていうような面があります。ここがね乖離しちゃってるケースがあるんで、あ私これ知ってますよっていうのとなるとね姿勢としてはあまり良くないなというふうに思います。じゃあですねケース討議に必要な、3つのポイントの、2つ目姿勢なんですけども、こちらもですね自他との違いに気づくってことですけども、どうなんですかね、いろんな出来事があって事象があってデータ、今回はねケースに
ライティングされたケースがあります。それを見た時にどう描くかってことで人によって違うんです。何を問題だと思うかっていうのは人によって違うんです。例えばね、ちょっとね、山っていうのを思い浮かべてみてください。どうですかね、どんな山を思い浮かべますか。これ人によって違うと思いますよね。そうするとね、そのどんな考え方で、あれどんな立場で、あれどんな眼鏡でね、山っていうのを見てるかっていうことによって違いますね。ものすごく山が好きな方であればね、もう愛着を持って見るでしょうしね、あれ登ったことがあると大変だなと思うしね、場合によってはね、ちょっとそんな経験する人は少ないですけども、そういう方を見ればね、ちょっと危険だなとかね、まあ、いろんな捉え方があると思います。まあいずれにしてもね、他の方と同じケース討議をしててもね、違うってことを気づくってことが重要です。そしてもう一つのポイントは自分の思い込みに気づくってことですね。どうですかね、沖縄県の電気こたつの世帯普及率っておよそ何パーセントでしょうか。まあね、これ今もう Google 検索すればすぐ分かりますから、まだぜひね調べてみてください。意外と高いんですね。さらにね、パナソニックの専門販売店で今何点でしょうか。昔ね何点まで行ったでしょうか。これもね Google 検索すればすぐ分かります。というように、ただね、コンビニの数、それからね、美容店の数、それからですね、歯医者さんの数、これ一番多いのはどれかっていうと美容室ですね。でその次が歯医者さん、それからコンビニと、こういう順番になるんですけども、コンビニ毎日行ってますよね。どうしてもですね、コンビニが一番多いんじゃないかって答える方は、こう同じように思い込みがある。沖縄だったら暑いからこたつは普及しないんじゃないかっていう思い込みがある。こういうね、思い込みっていうのは、これ簡単な例ですけども、自分もねケース読んでて、そういうことってね、ただあのね、気づくんじゃないかなと思います。そしてその次、型を大事にするってことで、型破りな演技は型を知らずにできないと、こういうのをですね、歌舞伎役者の、ね、方なんかは、型なしと、こういうふうにね、言われますけども、型があって型破りと、こういう話になると思いますね。はい、もう一つはしつこく考えですね。しつこく考える、これは何かというとですね、表面的に捉える、例えばコロナショックってね大変だっていうことなんですけども、そうじゃなくて、そのことによって何が起きてるのかということがね、しっかり捉える。これね、なぜそういう状態になってるか、いろんな角度で見るってことがすごく重要ですね。ですから、じゃあその問題解決に対してね、どういうのが望ましい姿なのか、これもね、簡単じゃないし、望ましい姿に関しても人によって違います。だからしつこくね、考えてみる。まあいろんなね、ここにはね、もう本当例だけ考えてみます。一時読みませんけども、まあいずれにしてもね、かなりしつこく、それから多面的に、ね、あれやこれや考えてみると、こんなことはね、ケースをする上でとても重要だと思います。そして考え方というか思考なんですけど、広げることが重要ですね。だから広げるためにどうしたらいいかというと、一つは他のメンバーの思いつきを否定しなかったりとか、自由の思いつきを出したりとか、たくさんの思いつきをね、とりあえずね、こんなこと言わない方がいいんじゃないかってと思うんじゃなくて出してみる。それから、他のメンバーの思いつきに対して、ちょっと乗ってみると、こんなことも重要です。このためにはですね、こうしたような手段ということで、目的と手段ですね、これトゥリー手法って言いますけども、こういうものを活用するっていうのはね、こういう手法なんかを使うのも一つの方法じゃないかと思います。2つ目、分ける思考っていうことね、ことにによくね、ロジカルシンキングなんかでありますけども、フレームワークを活用するということですね。まあ、これは私もね、コミュニティ業界は、たくさんですね、コンサルティング、それから研修なんかやりましたんで、内情それなりに分かってますけども、セブンイレブンとローソンさん、これどうなんでしょうかね。これ、コロナ禍でですね、昨年は、セブンイレブンが、2兆4454億円ですね、 3.4% 減、日販は64万円になりました。ローソンさんはどうか、やっぱりね、厳しく 7.2% 減ということで、でもね、昔から比べたらね、このセブンとローソンのね、この総売上はかなり距離は縮まりましたね。縮まったと思います。昔は1兆4000万と2兆4000万ぐらい、1兆円近くね、違った時代がありましたから、かなり距離が縮まったと思います。ただし日販に関してはかえって開いていますね。昔は66万円の時があったと思います。それに対して50万円ですよね。ローソンは今ちょっとですね、下がっちゃって48万円になっちゃったんですね。これまあ市場が成熟したってこともあると思いますしね、いろんな要因があると思いますけども、なぜこういう違いが出てるのかっていうことをいろんなフレームで考えてみるってことは重要です。こうやって分けて考えるってこともね、とても重要ですね。そしてこの16万円の差っていうのはどっから生まれるのか、何が影響しているのか、立地なのか、
もちろんね、セブンの方が先にね、この1974年からスタートしてますから、いい立地を抑えたと、こんなこともありますけどね。まあでもね、それからもうどうですかね、もう45年経ってるんですか、46年かな、コンビニができてから経ってますとね、もうローソンさんもね、それなりの努力をしてきたと思います。じゃあそれ以外のね、日派の違いで何か、こんなことも重要だと思います。そしてフレームワーク、フレームワークはね、いろいろあります。ここはね、一つずつご紹介しませんけども、環境分析、事業構造、それからね、自分の組織の分析、それからマーケティング、組織のモデル、人的資源のモデル、まあ、いろいろありますので、ケースを討議するとき、いろんなモデルを使ってみて、考えてみると。これはね、弁慶の7つ道具じゃないですけど、一つだけでね、もう決め打ちしないで、もうあれやこれやってみると、こんなことはとても有効になると思います。そして見つける思考、これも大事ですね。これはね、例えばマトリックスね、差別化、まあね、もう古典的になりましたけども、マイケル・ポーターのね、コスト、差別化、それからね、集中戦略、これをですね、これです。例えばね、スターバックス、ベッカーズ、ドトル、松屋、それから吉野家というふうにね、どこのポジショニングでどういう戦い方をしているのかなということを考える、こういうふうに、ね、当てはめてみるということも重要ですね。こんなことも一つ使えるんじゃないかと思います。そして口癖、これも大事なんですよね。なぜなんだろうね、原因は他に考えられないかな、それからなんでそうなのっていうね、根拠はってね、それからじゃあ結果どうなんだろうと、いったようなことをね、口癖にされるとより深まるんじゃないかと思います。さらにですね、道具、これはね、もう蛍光ペンだとか付箋だとかね、それからノート、スマホだとかね、まあ、いろんなものをね、まあ、最近ですね、スマホを見ながら、もうこれね、数年前からそういう傾向ありますかね、スマホを見ながらもう検索してケースしてやっていいよってね、某大手、ね、電気メーカーでやったことありますけども、まあ、随分時代が変わったんだなと思います。というようにね、いろんなようなことを今日はちょっとね、たくさんいろいろお話をしましたけれども、ケース討議一つをとっても、このファシリテーション、道具、それからこういう考え方を事前に提供するかどうかによってね、その深掘りの仕方、それから多面的に検討できるかどうかが変わりますので、ぜひね、参考にいただければと思います。実はね、同じケース討議って言ってもね、これだけ違う、それ以外の実習もね、ちょっとした工夫でものすごく違いますので、ご参考にいただければと思います。まあ、こうしたね、これはあの私の本業に近い、教育研修の分野の、ね、一つの進め方をお話ししましたけど、これ以外にもニュースになっていることのコメントだとか企業事例、その他いろいろね、お話していきます。ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録お願いします。今日もご清聴ありがとうございました。